お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらの、ゴレデッキですね。はい、使っていきたいと思います。で、これがですね、今、めちゃくちゃ流行ってる。本当に。多い。もう、マルチ、グラチャレだったらちょいちょいぐらいかな。でも、はい、マルチだと、もう本当に、これしかいないぐらい、てかゴレが多い。本当に。これの、ライドラ入りもあるんですけど、ライドラなしも、ある感じかな。はい、さっきもまた当たって、もうね、このデッキばっかり、本当にこればっかりっていうぐらい増えてるんでね、増えてるイコールデッキが強いってことなんで、適当ですけど、はい。なんでね、今日はこちらのゴレ使っていきたいと思います。よし。そう、さっきミラーで負けたんですよね、ミラー対決で。よし。マッチングはお待ちを。ゴレに、そうだから今ゴレが増えてるんですけど、その分ペッカもですね、また増えてるんですよね。今ペッカとゴレがめちゃくちゃ多くて、あと三重子も多い。その三強みたいなところはある気がしますね。だって言うてジャイも全然減ってない。減ってない、ちょっと減ったけど、言うて多い。迫撃もいる。言ったら何でもいますね。ラバもいるし。いい環境ですかね。でもその中でゴレとペッカが、あと三振も多いね。はい、ゴレペッカ三振が多いかなと思います。っていうことなんで、ジョンタン、エイト。これあれです。海外の、これジョンタンって人結構有名な人なんですけど、この人やばいですよ。もう、8って書いてるから分かると思うんですけども、ジョンタン4とか5とか5あれかな、分かんないけど、ジョンタン3みたいな、めちゃくちゃあるんですね。これこうやって一人でほんまにマジで1から何個持ってるのか知らないですけど、めちゃくちゃアカウント持ってる人。よいしょ。はい、これなロリババ避けたくないけどダメージ痛いんで、よいしょ。トルネがあったらね、今のゴーストトルネで吸ってたんですけど、トルネなかったんでね。枯渇三振。はいはい。ここはね、しっかり防衛してきます。工場と、ハンター、枯渇じゃない、ハンターってさっき何だったっけ、メガゴ。よくわかんないです。ディガー、1。オッケー。相手のハンターのダメージがギリ届いてない。はいはいはい。で、これの、このゴレデッキはですね、ダクレがないのが特徴かな、ゴレなのに。けど、その分、アイスイズトルネの、メガゴロリババ。結構防衛力が高めの、はい、デッキとなっております。そう、アイスウィズが、あることによってね、ペッカーを突破できちゃうんですよね。そのアイスイズのスロー効果でペッカーがゴレを殴る回数が減るんですよね。そしたらゴレの結構ダメージが結構入っちゃったりするんですよね。っていうのでペッカーが増えてるんですけども、ペッカーにも五分と言いますか、これ多分アイスイズロリーパブでほぼ完封できる。あーやばい。これはもう攻めるしかないから、言うて右もちょっと守れてるんで、よいしょ。もうこれ付け足しですね。ランバーがめちゃくちゃ刺さってる。でこれは左無理だな。左じゃ右守れないな。だから一回ここは許容して、後ろゴレで今エリアド取ってるから、でも真ん中3子だけ警戒でライトニング構えて、オッケー、よし、勝った。相手もガゴムレットハンターと、これ俺だ、俺が使ってたやつだ。なんかメガゴがガゴムレ、なんかでもこんな感じのデッキ使ってたわ。で、これガゴムレ、ガゴムレ？これもう攻めとるねで。お疲れ。で、これロリバムも転がして、お疲れ。よいし
付け足しゲーミング。あとはもう付け足しですね。よいしょ。で、ライトニングが、なんぼ?400何歩か。待って、ギリ届かないかも。消えろ。ゴース消えろ。ゴース消えろ。邪魔だ。一発、あー!ビビダフチレ。右。あ、優秀。勝った。よし。あ、よしよしよし。あ、いいんだ。3しか。そうですね。僕がこの前までずっと使ってたやつかな。そうですね。そうですね。これですね。はいはいはい。よし。いやー、勝てたのでかいな。勝てたのでかい。よし。ふぅ。さあ、何が来るかな。今何がいないんだろう。なんかスケラがなんか知らないですけど、めちゃくちゃ減ったんすよね。って思ったんですけど、めちゃくちゃ減ったのに、今もう本当にナウですね。今のグローバル1位か2位が、やばいデッキなんですよね。スケラフリーズなんですけど、テスラ、アーチャー、コウモリ、アイゴレ、スケルトン部隊、スケラフリーズヤーメかな。もうなんか、アーチャーコウモリスケルトン部隊アイゴルテスラっていう、もうこのね、細かい系たくさんの超高回転スケラフリーズみたいなデッキを使って今グローバル1位みたいなのにいますね。なんでそれも明日かな、明後日か動画にしたいですね。スケフリもと思いつつ、今日はもうこのゴレばっかだったんでね、ゴレをやっていきます。はい、ってことでね、基本防衛、もう防衛に特化したゴレなんでね。もうゴレはのダメージはもう本当にゴレとライトニングとか光栄の突き出しでまあ決めるだけなんですけど、さあイスイズも多いですね。ロイジェイかスケラか、あーもう同じ君しかいないやん本当に。おお、ほんまにこれもライトニング打ちますか。よいしょ。ほんとに。今のところ全く一緒。全く一緒。マジで。何も違わない。これまあランバーでしょ。ですよねー。あ、フチッとフチッとフチッと。待って。優秀すぎん?これ優秀すぎん?はい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 。まあね。まあリード、リード、リードなんですけども、またゴレやん。またゴレやん。これはね、もう。デッキ分かったら、ゴレ出していいですね。はい。別に奇襲されることもないんで、これ。問題が、こっからどう勝つのか。でもエリアード取れてますね。あえてこれゴレ合わせないか。あー、トルネーで全部守る系タイプね。これでもベビドラにメガゴ当てて、で、これベビドラ出したら、ライトニングダンダンダンってくるんですよね。あ、これトルネーで吸ってくるタイプや。やばい。攻めろ。はい。っていうのが分かったので、これで今、付け足しですね。よし。よーし、よーし、勝った。勝った。もう、まあ、相手らの防衛も、悪くはないんですけどね。トルネーで吸ってくるって分かったんで、まあ、その瞬間の付け足しですね。はい、で、あと1分なんで、これはもう、永遠に防衛で、なんとかなる気もするんですけど、言うて怖い。これ、ライトニングがね、こう。さっき防衛で使ったか。これはまだライトニング入れないですね。ベビドラもメガゴもないんで。オッケー。これだけで守れる。よし。よいしょ。オッケー。で、トルネードもあるんでね、これ。まあ、いらないか。はい。っていう感じで、もう防衛が硬い。はい、グッドゲーム。相手諦めてないですね。まあ、これは、ドドン。お疲れ。よし。あ、ミラー対決勝てたのはでかいですけど、まあ、前半のあのなんか、アイスフィズ出して、ミガゴ出して、ベビドラ出してのイチャイチャのところで、まあ、ライトニング打ってエリアドをちょっと回収できたのが美味しいのかなって思うぐらい。はい。って感じでさ、ラスワン、ラスワン。今69です。落ちちゃったんですよね、トロフィー。そう、調子乗って6000行きたいなと思ったら。負けちゃって。って感じで、よいしょ。さあ、ラスト。
よし。この前文化祭だった話したっけ、あれ話してないかな、まだ話してないですかね。そう、僕あのちょうどこの前の土日に、まあ、金土日ですか、まあ、僕金曜日の大学の授業取ってないんで、月から木にその大学の授業って選べるんですよね、いつの授業取るとか。なんで月から木取って、僕金曜日が学校休みで、毎週3連休なんですけど、僕金土日もうめちゃくちゃいいんですけど、それで金曜日からっていうか、うん、そう、木曜日の夜の夜行バスで地元の岡山に帰って文化祭行ったんですよね、その母校の高校の。ちょうどもう偶然ですよ、知らずに岡山帰ったらちょうどなんか明日文化祭よみたいなことを聞いて、で地元の文化祭行ったらやばかったですね。そのまあ部活の後輩とかにも会ったりしたんですけど、その新1年生ですかね、がもうマジでなんか行ったら数人がまず、え、あれだったよねみたいな感じのあの視線を送ってきつつ、もうちょっと経ったらもう10人ぐらいがマジでもうなんか一斉になんかね、そのテントのところで休んでたら一斉に、すいません、ラッツさんですか、すいません、ラッツさんですか、はい、やべえ、本物や、おいおいみたいな感じで、はい、もう寄ってたかられて、マジやばかったですね。一瞬なんかほんまにスーパースターになったかのような感じのもうことを味わいましてね、マジでやばかった。本当にたかり、めっちゃくちゃたかってこられて、はい、まあ、写真撮って、はい、まあ、文化祭楽しんでねぐらいで、まあ、終わったんですけど、やばいな思って、結構クララはしてる人多いんだなと思いましたね。1年生今の高1ですかね、やば思って、とりあえずびっくりしましたねみたいなことがありましたね、帰ったらそう、東京とかだと全然声かけられたりもないんですけど、岡山だとめちゃくちゃなんかありますね。よし、さあこれ、はい、簡単、あー、やばい、まあ、一回これ丁寧にいこう、一回丁寧にいこう、やばい、これザップ耐えたらやばい、いやー、ロリババ強い。そう、ロリババがめちゃくちゃ強くてやばいんですよ。三重士とかもロリババのせいですぐ溶ける。まあそうなりますよね。でもこれは突破できないことはないですね。メミガゴベビドラのトルネとかライトニングで、あー、うまいな、それはうまい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 、やばい、めっちゃ削られるやん、これな、どっちも防衛したいんですよね。でも気をつけなきゃいけないことが、スパーキーが入る。そうなんですよ。あ？あー！敗北した。まあ、スパーキーはね、はい、確かにしんどいわ。確かにしんどい。ライトニング、打って、トルネベビドラとかでゴリ押ししたら、まあ、勝てるかと思うんですけど、相手が上手かったですね。しっかりスパーキーでし、その瞬間に逆サイ攻めて、はい、なんでまあこれはしゃーないですね、はい、といった感じで、マジこのゴレね、多い流行ってます。なんでグラチャレもマジで使ってほしい。ペッカにもう当たったと思うんですよね、どっか。これだ、まあ、日本人ですけど、ペッカ、これもペッカさんしみたいな感じで、結構ペッカにもねいけちゃうなんで、皆さんぜひ、はい、使ってみてください。っていうわけでね、
今回は以上になります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。